これは、苔の階段を上がって、これ一番上ですね。まだ山頂の方にも行けますが、ここに石仏がありますね。シダに周囲が覆われていますね。ここに金堂があります。そして先ほどの仁王様の前の山門から見上げましたが、これを、上から苔の階段を見下ろすとこういう感じになっています。この眺望が素晴らしいな。この永遠と苔の絨毯の階段ですね。でこの谷間に、誰もいない。今日は鎌倉八幡山の方がもういっぱいでしょう。この辺りまでは観光客もほとんど来ない。その方がいいけどね。よくられてね、大分けたで。これからさらに上がることができますよ、この先の階段からね。ここから上がることができる。しかし桜はあそこだけぐらいしかないね。あとは4月になるとこの本当の新緑が綺麗に、今ももうだいぶ色づいてますけどね、綺麗だ。この本堂も復色蒼然、昔のままだね。これはいいな。よく泣いてるね。おお、来てる。この木の梁を見るだけでも楽しいね。ちょっと正面から見てみましょう。やはり京都のお寺にはない鎌倉のこのお寺の、昔のままが残ってるのはこれだけだな。